さな花に口づけをしたら、小さな声で僕に言ったよ。おじさん、あなたは優しい人で、私を積んでお家に連れてって、私はあなたのお部屋の中で一生懸命咲いて慰めてあげるわ。どうせ短い私の命、おじさん見てて終わるまで。可愛い花を僕は摘んで、部屋の机に飾っておいた。毎日僕は急いで家に帰って花とお話をした。小さなままで、可愛いままで、ある朝花は散っていたよ。約束通り僕は見ていた、花の命の終わるまで。約束通り僕は見ていた、花の命の終わるまで。